相手から見た自分の顔が気になります。鏡と写真、そして動画、どれが一番実物に近いと思いますか？だって。まあ、動画じゃない？うん。鏡はね、外から見えてる自分の顔と違う。鏡はなんか、むしろいい方の顔だと思ってください。写真は、そういう表情をしてる時もあるよっていう答えで、動画で何の気なく動画映されてる時の顔が、外から見た自分だと思ってください。大体そう。だから、動画でこう、たくさん自分を見て、あ、こういう表情いいなって思う表情を、わざと長い時間作るようにしてください。そしたらその表情、いい表情がデフォルトになってきたりするから、なんかこういう沈んだ表情してると、急におじいちゃんみたいでしょ、俺も。わかる？こういう目してたり。これで喋ってたらさ、すごい感じ悪いじゃん。はい、はい。こうやってさ、うん、違う違うって、うん。目だけでも本当にさ、キラーンってこう、ちょっとやっぱりこう、なんだろう、希望にあふれる、表情を自分の顔に、やっぱりデフォルトに覚え込ませるっていうのすごく重要だから、それだけでもやっぱり若々しく見えたりとか、この人と話したいなって思ってもらえたりとかするきっかけになるから、自分の入り口だから顔はさ、うん、大事にした方がいいよ、表情ね。